いかにも裏がありそうだったが、まさか本物のご登場とはな。このことを公爵が知ったら。さて、何というかな。直接会って聞いてみたい。どうすんですかい、旦那。いたしかたあるまいな。公爵閣下がお会いになる。後ほど屋敷に参られよ。目標に体幹攻撃訓練に移ります。両舷全身強速。当艦も彼らを標的に迎撃訓練を行う。対空要員敵機のつもりで目を鳴らせ。対空戦闘用意。閣下、ナルダワ支部より報告です。例の空賊が帝国の勢力圏を抜けました。アーシェ殿下のご一行も共にバーフォンハイムへ。殿下がご無事で何よりだが、石の回収は失敗か。石がなくとも我が解放艦隊は帝国軍と互角に戦えます。これほど訓練を積んでいるではありませんか。だと良いがな。おお、とうとうここへ来てしまったか。お前も運のないやつよの。うわあ、乱暴だな、もう。小娘の分際で生意気な口を叩きおって、俺様の爪でぷよぷよ地獄の花と散れ。おらむ、こいつは強そうだ。おめえ、やや、泣いたぞ。こいつは強敵になりそうだ。僕はアリル、いざ勝負。ごめんちょっと誰が極悪魔導士よ。失礼しちゃうな、もう。ごめんだから違うって。ああ、ドフのゲッシャウトトゥンブリューフザフィアノッダー。パパ、マルグレットさん、どうしてここに。ヘロー、エスパイク、ミヒオイヒケネンツーレンヨメルスベスティモトゥサブロウジングウジウンヨコミソノザイ。エッベンアルフレッド・バウアーイファダーフォンデバイデン。エッベンバーダーボンデスプリツェビーンウンベアーバイテドアティドホーゲンフィリアウト。ディゼンアルフレッド・グリス・ガッヤキョンフウィッフレッチュミアザゲンサブロウヨコ。どうしました、お嬢さん。なんでもない。お前は先に帰ってろ。はい。ここは。お目覚めですか。だいぶうなされておいででしたね。伊集院さん、ここは。地下の核シェルターです。世界は今大変なことになっているんですよ。よー。よーじゃねえよ。なんでモージャンが俺たちの部屋にいるんだよ。シャバ行きの渡し船が出るまで時間があったんで、一休みしとったちゅうわけや。あっ、思い出したわ。モージャの名簿の中にあったもの。あなたは生前ありとあらゆる犯罪を犯して、特例の天罪によって死んだ極悪人、墓場京介。ほう、わしの名は地獄でも有名なんか。そら嬉しいの。でもなぜあなたがここに。あなたのような人間はすぐにゴキブリにでも転生されるはずなのに。いやあ、なんや、姉ちゃんたちなんも知らへんのか。まあ手っ取り早く言えば、地獄にも抜け道はあるっちゅうことや。どんな悪人も死ねば責任は問われん。
これで生きとった時の罪は帳消しや。だが最近は臨死体験ちゅうもんがあっての、葬式が終わるまで地獄見物して生き返るってのがよく使われる体なんや。ほれ、エンマ様のハンコももろうとあるで。ガーン、悪人を懺悔させるべきところが片棒を担いでいたなんて。まあそう落ち込むな。地獄の沙汰も金次第って言葉もあるやろ。どこの世界も裏はこんなもんやで。さあここで会うたのもなんかの縁や。どうや、わしと一緒にシャバへ出てみへんか。シャバはええで。金さえあればなんでも手に入らんもんはないで。おい、どうする。私このままこんな仕事続けるなんてまっぴらよ。まずかったら戻ってくればいいじゃない。それもそうね。じゃあ決まりだな。そうよ、私たちにだって楽しむ権利くらいあるわ。というわけで、私ハク初だ。ジュンです。お供させてくれ。よっしゃよっしゃ、そう来なくちゃの若いもんは。お頭、マッドドッグとかいう武器商人から通信です。武器商人だ。まあいい、出せ。お前か、武器商人というのは。この俺に一体何を売りつけようっていうんだ。小型の反応兵器が手に入りましたんで、お一つどうかとね。小型反応兵器だ。いいだろう、合流ポイントを転送する。なぜこの私が U の部下にバカにしているのか。落ち着きたまえミスター J。 部下ではない、共に野望に生きる男と男、パートナーとして手を組もうというのだ。パートナー？だが私にシェイドスターを復活させるというのは危険ですよ。 U を倒して私が支配者になるかも。野望には野望がつきもの。その機会があれば遠慮なく挑むがいい。それでこそ私が見込んだ男。コンダクター、あなたの野望もここまでよ。撃つがいい。私は死を恐れはしない。むしろそれを望むものだ。何？バカな。あなただって命は惜しいはずよ。生命とは極限すれば変化だ。君たちが恐れる死も結局は変化のワンフェーズに過ぎないのだ。宇宙の一部として全ては虚無の世界へ帰る。それこそ自然の定め。そう、宿命なのだ。危機滅亡への我がシンフォニーよ。戻ってきたか。待たせたな。
マッスルパワー！やっべー！やー！ドッグー！うおー！マッスルパワー！悪いな。あっ、くしょう。ふっ、調子悪いぜ。惜しかったな。そらよ、受け取りな。ははあ、もう血が昇っちまう。あっ、調子悪いぜ。惜しかったな。